影自体が、遊泳力が乏しいので水の流れがないと沈んで死んでしまうんですね。なのでそのやっぱり水槽が大きくなればなるほどその水の流れというのを作るのがとても難しくて、要はやっぱ、なるべくですねやっぱり偏りがないようにある程度均一にクラゲを浮遊させたいんですけども、そのやっぱ流れのバランスっていうのを作るのが今回とっても大変でした。